アントン・フォン・アルコ伯爵、第一次世界大戦に従軍していた頃の写真病変ンン市街のアルコによるクルト・アイスナーの暗殺場所の記念碑、1989年にアイスナー暗殺70年を悼んで設置されたアントン・グラーフ・フォン・アルコア・アオフ・ファーライはドイツの貴族、伯爵、テロリスト。1919年2月21日に バイエルン自由州の首相クルトアイスナーを暗殺した。アルコは、アルコファーライ伯爵マクシミリアンとその妻で、ユダヤ人銀行家オッペンハイム家出身のオッペンハイム、男爵夫人、エミーの息子として生まれた。法学を学んだ後、バイエルン王国軍、この F 評連隊に注意として入隊した。1919年2月21日、反ユダヤ主義的な世論が高まる中で、 ミュンヘンにおいて、同じユダヤ人の血を引くバイエルン州首相、クルト・アイスナーを暗殺し、有名になった。平和主義を掲げるドイツ独立社会民主党の指導者、アイスナーは、バイエルンの王政崩壊後の最初の州首相であったが、1919年1月の総選挙で惨敗した。アルコは2月21日、衆議会場へ、辞任表明に向かう途上だったアイスナーを射殺した。 ある子は、アイスナー暗殺に走る直前まで国家社会主義ドイツ、労働者等の母体とされる、トゥーレ協会に所属していた。同協会で国家社会主義の根源となったと言われる、神秘思想アリオゾフィーを学んでいたある子は、ユダヤ人の血を引く自分がトゥーレ協会から除名されたことに苦しみ、ドイツ民族主義者であることを示そうとしたと考えられる。 アルコ伯爵が除名された理由は母親がユダヤ人だというものだった。アルコは教会を除名された後もミュンヘンのライティアカトリック学生組合に所属していた。アルコはまたバイエルンの由緒ある貴族家門アルコ伯爵家の一員としてバイエルンをオールートビヒ三世の福井を望む君主制支持者でもあった。アイスナーを銃撃した直後アルコは アイスナーの同伴者たちに反撃されて、瀕死の重傷を負った。アルコの起こした事件の余波は大きかった。その日のうちに、社会主義者で、バイエルン衆議会議員のアロイス・リンドナーは、ドイツ社会民主党所属で、州内省のエアハルト・アウアーが、アイスナー暗殺事件の真の黒幕だと信じ込み、アウアーを銃撃して、重傷を負わせた。また保守派の国会議員、 ハインリヒオーゼルトミウン編ン市長のパウル・リッター・フォンヤーライスも左翼によって暗殺された。アイスナーの死から2ヶ月と経たないうちに、バイエルンでは左翼の革命により、バイエルンでエテ共和国が建国されたが、1919年5月上旬には、バイマル共和国軍とドイツ義勇軍によって滅ぼされている。アルコファーライはアイスナーが首相在任中に創設したバイエルン。 人民裁判所に引き出され、暴力的政治犯として、すぐに有罪判決が下り、1月16日に殺人罪により死刑が宣告された。政治的には右派に属する判事のゲオルク・ナイトハルトは、すでに判決文を作成しており、ナイトハルトの見方では、アルコの犯行は、決して下劣な心根からではなく、熱くたぎる、祖国愛のなせる号であった。 その翌日の1月17日、ドイツ民主党所属の法相、エルンストミュラーイコールマイ人間は、動機を理由とする上場釈量により、アルコ伯爵に恩赦を下した。死刑は名誉ある待遇を受ける禁錮刑に変えられ、アルコはランツベルク刑務所に収容された。アルコは刑務所の近所ならば好きに外出してよく、また、訪問客と自由に会うことも許され、 さらに刑務所の隣の農場で研修生として働くこともできた。1924年5月、ある子は予定より早く釈放され保護観察を受けた。翌1925年、ある子はレーゲンスブルクで5年間の刑務所生活を終えてと題した改装記を出版した。1927年、ある子はドイツ大統領、 パウル・フォン・ヒンデンブルクの80歳の誕生日に行われた御社により、最終的に自由の身となった。アルコは、アイスナー暗殺以後、バイマル共和国の政治の舞台で重要な役割を演じることはなかった。最初、アルコは、祖国バイエルンという地方新聞社に編集者として勤務し、その後は金融関係の企業、南ドイツハンザ同盟の取締役を務めたが、 1930年の年明けには職を知りた。金庫を解かれた後、アルコファーライは、バイエルン人民党に入党し、同党の君主制、連邦制支持派の旧先鋒となった。また、バイエルン祖国、国王同盟のシュトラウビンク地域支部の名誉会員でもあった。ナチ党の権力掌握後、反ユダヤ人で熱烈な連邦主義者であるアルコは、1919年以後は、 反左翼の人々から英雄視されてきたにもかかわらず、人々から疑いの目で見られるようになった。1933年3月13日、アルコはアドルフ・ヒトラーの中央集権的な国内政策を批判し、できるものならアイスナーと同じようにヒトラーを撃ち殺してやりたいと発言したという、権威により保護原則の処分を受けた。ナチ党審派の新聞は、 アルコに対する憎悪に満ちた事実無根の中小記事を発表した。その記事は以下のようなものだった。我らが相当は縮れた髪の毛のアルコー・オッペンハイム伯爵による暗殺未遂を辛くも逃れられたドイツにおいてはもはや1日でも長くユダヤ人を生かしておいてはならない。結局、アルコはバイエルン王太子ループレヒトの仲介により ヒトラーに対する暗殺の企てなどしていないことを、当局に近い、自由の身となったが、彼に対する当局の監視は続けられた。アルコ・ファーライは1934年7月10日に、ミュンヘンにおいて、同じアルコ伯爵家の親戚である、アルコ・チン・レベルク伯爵夫人、マリア・がアブリエーレと結婚し、間に5人の子供を設けた。アルコは1945年6月29日に、 ザルツブルクで、交通事故に遭い、亡くなった。彼の意外は、ザンクト・マルティンにある、アルコ白爵家の墓所に埋葬された。ニコラス、クットリック、クラーク、ディー・アカルトン・ベルツェルンでナッツォ・ヨナルズ・ツヤリスムース、サン、ウフルジ、メリックス、バーラグ、ビスバダン2004、S131、ヘルマン・ギルブー・ハート、ディー・トゥーレ、ゲゼル・シャフト、フォー・アカルトン・ムーモン・ションツ,ツ・ツーム・ハーケン・クロイツ、 キースリング・バーラグ、ミュンヘン1994、ISBN3 から93万423から00から6マックス・ハーシュバーグ、ジュード・ウント・ディーモクラット、エリン・ネルンゲン・アイネス・ミュンヘナー・リッチ・ザーン・ウォルツ1883、ビス1939 ISBN、ISBN3 億4865万6367、XS123、エアハルト・アール・ウィーン、ウェルナー・シンソン、 ジュダンファインシャフトインデアザイトング、レーベン、ライデンイムエヌス、トット、フォールゲン、コンスタンツ2000、S15 ハットマーチンブロサット UA、バイエルインデアエヌエサイト、BD6、オルデンボーグバーラグ1983、S73。ありがとうございます。